藤枝市脈王寺の蓮華寺池公園で7月末に20代の男性5人がスマートフォン向け人気ゲーム、ポケモン GO!GO! をしている最中に池に落ちた70代の男性を発見、救助していたことが15日までの志田消防本部への取材で分かった。ポケモン GO をめぐっては、運転中の事故などトラブルは多くあるが、今回は人助けにつながった。写真、ポケゴで賑わう静岡県内スポット。同本部によると、5人は地元の同級生で看護師や会社員など、7月31日午前1時ごろ、同公園をポケモン GO をしながら散歩中、池に落ちた男性を発見。2人が池に入り、他の3人と協力して男性を引き上げ、救急隊が到着するまで解放した。男性は胸のあたりまで水に浸かった状態だったという。5人のうちの1人は、歩いていたら池の方から声が聞こえ、動けないようだったので警察と消防を呼んだ、と振り返る。他の1人は、画面を見てポケモンに出てくる声キングかと思ったらおじいさんだった、と当時の様子を明した。藤枝市内のポケモン GO 愛好家によると、同公園は市内ではポケモンが比較的出現しやすいスポットとして人気が高い。時間帯によって種類の異なるポケモンが出るという。同本部の平口康司消防長は5人に感謝状を送って称え、ゲームのブームの中で人助けがあったのは幸いだった、と述べた。引用元。URL 省略。関連動画。ポケモン GO、ついに実装相棒システム、やり方や他アプデ情報を紹介。ポケモン GO、URL 省略。ポケモン GO、相棒やってみた。質問募集。ゆるく、効率悪いぜ。URL 省略。ポケモン GO、リアル、サファリゾーン50人で白熱バトル、24時間ラプラスインお台場オフ会、2、URL 省略。